こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。ステンレス店いた一択の理由、バイ、リホトムさんよりいただきました。最近、ステンレス増えましたよね。お知らせです。リホナビクリスマスイベント in 東京、12月8日、銀座6、11月の8日が申し込みのスタートです。ぜひ、LINE 入れてこちらチェックしてみてください。2 0 2十年のリフォーム リホナビ大賞、今どん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 ノミネート作品発表しておりますよ。この えー、一年に総決算。こんな形で、過去いろんな動画がありましたよね。あなたの推しはどれでしょうかどん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 、山さんに LINE がポコポコ来ております。もっと暮らしを楽しもう。チェックシートブック、ザザザーっとこれらをもとに皆さんが学んだこの一年間の総決算。続々届く推しのビフォーアフターですね。リフォネ美ービ大賞ノミネート作品集、今日も行きたいと思います。まずは、ナンバー31番。 家事職人さんね。こういった形で、いや、うちもこういうお風呂どうしたらいいのって思いませんかドンそう。これがまさに宝がエメロードを置いてる理由なんですよ。ステンレス浴槽。宝スタンダードユニットバスエメロードです。今まで使っていた浴槽より。 縦横数センチずつですが広くなっています。壁貫通型給湯器、あの、浴槽の横にありますよね。これは使っていたものを流用いたしました。うん、こういったバランス側からね、この壁貫通になっているお宅あるんじゃないでしょうか。そういった時のお風呂、どうしたらいいか。エメロード、おすすめですね。浴槽はプレミアムステンレス。うん、このステンレスの浴槽ですね。ほとんどの方が実はカラーステンレス、おしゃれなね。 え、選ぶということで、たからになぜですかっていうふうに、え、担当者さんから聞かれましたが、ステンレスは塗装がはれ、剥がれやすいですよねって答えたら、そこまで知ってるんですね <laughs> と、絶句していました。結構これね、あの、カラーステンレスより実はこの生ステンレスっていうかね、このステンレスの方が、もう山さんも入ったことありますけど、うん、なんかね、あの、当たり心地いいですよね、ステンレス。 そして、キッチンは、いやー、この形のキッチン、完成もこの位置、ちょっと低い位置になる、うちもなのってね、えー、なんか見たときに、あ、これどうなるんだろうってイメージ。ドン、宝スタンダード、レミューです。ステンレスを採用したのは、食洗衛生上ステンレスシンク以外の採用なんてありえない、という栄養士の長者の提言でした。 あとは価格を落とすならステンレス一択ということもありますよね。最近そう、値上がり値上がり値上がりってしてるじゃないですか。で、ステンレスも質が向上向上って言ってデザイン性も良くなってますから、ステンレスっていう選択考えてみてもいいんじゃないでしょうか。宝スタンダードレミューで天板はステンレス。いや、このバランスですよね。で、ここのレンジフードの横のところにボックス、あれ造作で作ってますよね。あの中の壁の中に、えー いわゆる先ほどの位置の低いところにあったものをダクトでグにゃーンと持ってきています。この辺も参考になるんじゃないでしょうか。出すからこそ、この造作の分だけ、この壁よりコンロがずれるんですよね。だからこの引き出しっていうのが、普通の小引き出しじゃなくて、普通のレールになるっていうのもポイントでした。ステンレス、シンク、うん、いいんじゃないでしょうかね。えー、やっぱりこの、 価学面みんなバランスどこ取っていくのか、いやーと思いますが、ステンレス天板考え出すと結構、あれ結構他いろいろいけそうだっていう気づきになりませんかナンバー31の家事職人さん、ありがとうございます。トイレは TOTO のピュアレスト QR、アプリコット、F1A、えー、自動で洗浄、オート洗浄ですね。女性陣が思わずびっくり、喜んでいました。綺麗なこのトイレ。そして洗面、これはどうなるんでしょうかどんこちらも TOTOV シリーズ在庫一式、10万4500円。 え、こちら、壁面の鏡も自分で取り付けました。翌日のドア周り、この辺かな。愛家製のパネルで造作してくれています。パネルを全面に貼るんだったら、うん、だったなーってね。これ自分でクロスも貼たらしいてるんですが。次の機会に、えー、これ大規模修繕に合わせてやったことによって、ちぐはぐな部分、残りの部分、いろいろ出てきますよね。ぜひ、えー、洗面化粧台どうなっていくんでしょうか。ナンバー32、新治さんからいただきました。 こちらは、築25年のマンション。うん。こんな形で、コンロとシンクが分かれた、II 型。ドン。もともとはこういった2列型の対面でしたが、シンク側のみ入れ替え。うん。手前側ね。ということで、造作壁を追加しています。あ、立ち上がりになってるんだ。タイルの。これ。この形で、収納になってたやつが、造作の壁を作って、そこタイル仕上げ。これ。ああ、そういうことですか。うん。ビフォアのキッチンは、 こんな形でカウンターの後、バックガードみたいなの立ち上がってますが、開き扉ですね。ドンシンク側です。妻のこだわりでオールステンレス風、かっこいい。キャビネットもステンレス、シンクももちろんステンレス、天板ステンレス、ステンレスといえばクリナップ、クリナップステディアを入れました。 いやあ、この流れるシンクですね。このタイルがまたいい感じ。ステンレスにしてね、タイル仕上げすると結構高級感あるから、天板ステンレス選ぶっていうのはありですよね。こんな形。仕上げも昔のような一末エンボスのようなやぼったい形じゃなくて、今おしゃれなステンレス天板になってますからね。水仙は2年ほど前に高木製の浄水機機能付き内蔵水栓に変えたばかり、シャワーもついてますよ。 こちらは再利用しました。だからコンロとかレンジフードとか水仙がもうすでに一回交換して新しいんだったらそのまま流用ありですね。ナンバー33、南さん。 築年数28年。やっぱこれぐらいじゃないですか今見ている方も。私もそれぐらいなの25年ぐらい。カウンターも色褪せの部分があったり、扉がめくれたり、ガスレンジの不調などがあり、そろそろキッチンを新しくしようと決めました。うん。扉が剥がれるってね。こんな感じで。これ見るからこそ、 もう絶対剥がれたくないという形で、やっぱり、ほら、ステンレスとかいう話なんですけど、そもそも今の扉、全然剥がれてませんので安心してくださいね。この当時の使っている扉、もう基地メーカーも反省してます。もうこんな扉なんか、基地メーカー採用しない。扉メーカーに騙されたではありませんが、結局こういった安いシート材のものになってますが、今はショール見てください。当時も実はカタログ品は剥がれてないんですよ。いわゆる剥がれてるのはマンション物件用、今の形。それから、ローコスト住宅の建売なんかは、カタログ 品でででははなくオオリリジジナナルルキキッッチチンン、ンンを入れたりしまますすそうういった面で言うと廉価版マション物件は剥がれてますねこちらはキッチン扉の状態です。洗面下の扉も同じような状態。セロハンテープを貼ってました。もうこんなんすぐ剥がれちゃいますよね。で、今は、えー、こういったことありませんが、厚物エッジの形にしっかりなってます。で、選んだのは、やっぱり扉が剥がれることが心配だから、ほー,ローね、<laughs> そうなるんですよね。結構まあ、宝、まあ、にとってはそれ強みになりますけどね。剥がれませんよ。絶対剥がれません。 という形で、これは宝の A で、そして、えー、こちらの方の内容としては、IH にしたということなんですよ。ガスから。IH にしたので、その、物、えー、が置きやすく、プレート自体も、ここ、えー、お皿置いて盛り付けもできますからね。汚れても掃除がしやすい。いつも綺麗です。そして、えー、シンクの食洗機は水をと、と、えー 水足りがしないからし、以前は深型の食洗機をしていたんですが、うん、大丈夫かなと思ったら人数も減ったので、こちらで十分。幅が45の朝型、シンクの引き出し、シンクした引き出しでした。パナソニックの愛知にしたんですが、こないも広くて、そう、パナソニックのね、愛知高さがあるんですよね。あの、なんて言うんですかあの、 高い、えー、クリスマスの時にあのチキン売ってるじゃないですか。クリスマスの時期だけ売ってる。あれも入る高さ。えー、調理できたのでとても楽でした。この夏火を使わずに熱くない。これやっぱ喜ばれる方とっても多いですよね。ビフォアのお風呂です。床の汚れ。ひどいですね。えー、何もやってない。落ちないです。 ええ、浴槽の汚れも目立ってきている感じでした。いや、もうここまで行くと汚れの問題じゃなくてね、朽ちているんですよね。お風呂もやっぱり宝スタンダードのグランスパ棚、カウンター、壁、シャワー服はつけない。もう何もつけない。で、えー、このシャワー服はマグネット。おおなるほど。現在はマグネット製品ベタベタ貼って使用しています。ですから、オプションなしでこういった使い方 うん、これ、リホナビ流でどんどん広がってるんじゃないですかビフォは洗面台、洗面ボールにひびが入ってしまった。よく聞きますね。今度ボール、一度ボールを交換し、その時水性も交換して使用していましたが、 ボールの継ぎ目、天板とのこの継ぎ目ですよね。コーキングが気をつけないと、カビが発生してしまう状態。だから後付けにしたからね、この後付け、工場接着と違うから、この間のところってのはどうしてもコーキングせ、せたらえないんですよ、後付けで。で、そこのコーキングのところがカビてくるっていう状態だった。宝スタンダードのリジャスト、壁から壁、ウォールトゥーウォール。え々もともとは120ぐらいだったけど、この枠なんかを考えると引き出しになってますからね、入り口のところ。118センチ作んないといけない。そうなると、 まあ開きだったらいいけど、えー、こういった引き出しになってくると、えー、リジャストいいんです。1センチ単位で対応ができます。両サイドにこのアイカのパネル、いいですね。クロスじゃなくてアイカのパネルを貼りました。そして、えー、その鏡とカウンターの間のところはマグネットパネルなんです。あそこなんでマグネットパネルにしたんでしょうかドンあらこういったものペタペタ貼れるじゃないですか、ティッシュ。 ペーパーパタオル、うん、そしてさらにはブックエンドに磁石をつけてそれが時計の置く棚として使用してますこれ、これちょっと広げたいですよね、中間ミラーが今まで張っていたところをこのいわゆるマグネットパネル、ですそして浮かせる収納にする。 ぜひ、他の方、採用、えー、他の方、あれば、ぜひ、シェアいただければと思います。ナンバー34、マナー猫さん、かわいい、愛い,いこれはもしかして、そう、収納が欲しかったので、えー、書類関係と食品庫にしています。こちらの方のリビング、ダイニング収納、やっぱこういったところ、散らかっているば、物の収納場所がないわけですよね。しっかりとこの引き戸にできるっていうところ、この奥行きがある引き戸ができるのはレミューだけ。キャッ えー、キャットステップウォークあ,ーありますね。は、コンテン店さんのオリジナルで作ってくれました。 猫好きの社長さんでした。いやー、素敵だからこそわかるんですね。ナンバー35、タ子さんです。これ対面マンションでしょうか。後ろにはカップボードがあって、冷蔵庫があって、タイルの横の壁の仕上げになってますね。キッチン側から見るとこんな感じ。年間のキッチンリフォーム開始前日、27年間、お世話になりました。やっぱり、えー、これがどうなっていくのか、お手入れ簡単になるんでしょうか。出来上がりました。 クリーナップ捨ててや。やっぱりステンレス天板いや。今日本当ステンレス多いですね。ステンレス、ステンレス、ステンレス。ステンレスシンクにステンレス天板です。クリーナップキャビネットもステンレス。釣りと棚は えー、ハンドムーブ。あの、レジフードの横のね、握って水切りかごのような形になる。そして隣、シンクはソフトダウンボール。食洗機をなしにしたことによって収納を重視したんですね。あ、そっか。食洗機なくすとね、収納はやっぱもちろん取れますからね。そして、後ろの背面収納うん。えー、造作、カップボードです。いや、これまた雰囲気ありますね。こんな感じで。まだまだ片付け途中です。いやー、素敵です。ナンバー35、高子さん、ありがとうございます。 全国から続々参加。このエントリーされているリホナビ大賞の発表、12月8日、えー、12時から14時、えー、11月の8日に20時から LINE で配信されて申し込みスタート。ドレスコートありませんからね、気軽に参加ください。リホナビと一緒に素敵な年末クリスマスを楽しみませんかリホナビ大賞、こちら。うん。この中からあなたのお気に入り、どん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 あなたの声、山さんに LINE いただければと思います。第1回ですからね。 このリホナビ大賞大集結する過去の動画、えー、皆さんにご紹介させていただいております。こんな感じで、いや、いいですね。もっと暮らしを楽しもう チェックシートブックです。各種チェックシートをダウンロードしてぜひ活用してみてください。大切な業者選び、リホナビのサポート、リホナビご縁結びとは、リホナビが選ぶ安心の業者、一人一人に合う一社をおつなぎさせていただいております。カルテに必要事項を記入していただいて、詳細な希望をヒアリング、えー、あなたに合った業者一社をおつなぎさせていただきます。LINE 画面、このリホナビを入れていただいてもっと暮らしを楽しもう。まずはチェックシートブックからご覧していただいてはいかがでしょうか。まずはこの QR コード、えー、コメント山さんにスタンプくださいね。 ということで、今日もお届けさせていただきました。今日は、やっぱりちょっとステンレスにちょっと注目した、えー、そんな内容が多かったかと思うんですが、値上がりしていますよね、いろいろね。えー、天板の汚れ気になりますよね。染みる。そういった面で衛生的なステンレス天板、えー、こういったところありなんではないでしょうか。今一度ご検討してみてはいかがでしょうか。あ、ステンレス天板で下がるかも。いきますよ。素敵なリフォーム。せーの。必ずできる。 いってらっしゃいいろんな工夫、今、総集編でお届けしています。ありがとうございました。